ブロック。さあ、それでは始めていきます。まあ、これ落ちないんで、これ以上広げられないんだよね。こいつだけはね。こいつっていうか、俺より登録者全然上だけど。これなんだろうね、パート2っていうか、一番難易度高いやつの、ね、パート2だよね。なんか、パート1で、なんか、え？パート1となんか変わんないじゃん。多分なんか間違ってるんだろうな。多分ね、連射スピードがあれだと思うんだよな。来たよ。当たんないんだよな。ああ、今日は特に話すことなくなって、さっきあれだったから。でも楽しいよね、なんか。なんか騒がしになってきてるね、なんか。まあいいんじゃない、なんでも。なんでもいいけどね。なんか、その有名で、YouTuber で有名になって100万人とかさ、行くよりもやっぱ10万人以下の、なんか、そういう人の方がなんか好きだけどね。もう個性のないのダメ、なんか、文字だけガーって上に流れるやつとかさ、それとか、なんだろう。なんか、もうトークにね、徹して。ああ、くそ。もうダメだ。ダメ。負けないよ、俺は。なんか本当に。5万とか6万人ぐらいで地道になんか やってる YouTuber の方が俺は好きなんだけどな。もうなんかトーク番組とかでトークする人はなんかいいけど、別に顔隠ししないでなんかね、スノーみたいなアプリ使ったりだとか、なんかもうそれいいんだよ。話の内容がしょぼいで、あのサムネずるいよね。サムネとかタイトルね、人の便乗みたいなさ。ジョーブログなんかあれどんだけの人間が便乗してるんだっていう話だからね。まあでも便乗した人間自体はすごかったね、あれ。それはすごかったよ。あの何開発者、あれな、登録者数とかね、あれはもう時の人チャンスを掴んだっていうか、まああれ本人でも努力してるからね。まさか50万人がね、60万人になるって。あ、でもどうだろうな、もっとも伸びてもいいと思うけどな、なんか。なんか、もっとさ、いるじゃん、なんか。もっと、大手なんかすごいもう勝手に伸びてるもんね、なんか。これ連打が足りないのかな。あれれ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 あー、すげえ。なんかもうパンチ一本でできるね、超一技以外。あ、やめとこ、今出したらまずい、負ける。このターンは絶対カーブタップいかないと負ける。
結構手に汗握るよこれ。手に汗握る。出ないんだよな。おい出た。まだ偶然にしか出てないかもわからんな。おう。テンプルケン。もう声で出せないだろうか。俺が代わりに出してやるよ。おう、ぶわ。危ないって。おう。ああ強え。やべやべ、ちょっと真剣にやろう。まあ、ずるいって言われてもいいんだよ。これくらいが勝ったからな。それのこいつはリュコランブ付きだからね。あぶね。ああもう4分目か。ずるいって言われてもいいもんだって。適度にこういうね難易度の方がいいんだよ。なんか鬼畜ゲームよりも。おー来た来た来た。ブーケン。なんで俺が言わなきゃいけないんだよ。多分ね、あれだな。連射は連射なんだけど。どうしよう、最後にやって、やろうか。うるるるるる。なんか弱かった。ああ、結構あるか。時間かかってるな。いやー、サイコないで面白いよ、やっぱり。最初からそれでやった方がいい。私はね、なんか、うぅ、な、な、ちょっと待って、お前、やばいって、焦った、あ、でもこれ、あとよくできてきてるな、なんかちょっと足の感じとか、足の長くて硬い感じができてる、なんか、よく描けてるよ、これ、好きだな、こういうの、自分の好きなゲームやらないとね。まあまあ好きなゲームっていうか、最初ちょっとやりたいなっていうのばっかりじゃん、ゲームって。なんでもだから昔はそうだよね。やなんかやり込んでやろうとか。そう、今はそんなやり込もうなんてそのゲームない。私スマホゲームとか PS3 PS4 やったことないんだよな。ちょっとあれだ、そのトークになんか夢中になってた。やばいね。なんか俺は喋りながらぐだぐだ喋りながら時間潰そうかなと思って始めたゲームなのに、難易度結構高め。それではですね、次回に続きます。